スタートしました。ほぼ揃ったスタートになりました。エーシンバーリンが飛び出していきます。エーシンバーリン、マサラッキーが2番手につけていきますが、エーシンバーリン2馬身のリード、マサラッキー、そして内からオースミマックスも早めに行きました。外からヒシアケボノ、その後にはヤマニンパラダイス、チアズサイレンスと追走です。内から4番の杉の早風、その後ですが大気フォーチュンが中段の位置になります。外からジェニュインビコーペガサス、大気ブリザードも全く中段になりました。クラウンシティ、そしてその外をついてはナムラホームズ、アーマジックマンは後方から5投目の位置、あとはビートパッション、スピードワールドは後方から3投目で1000メートルを通過。そしてその後後方の2頭ですが、3番のロイヤルスズカ、最後方から1番の勝利の女神で3コーナーのカーブに入っています。エーシンバーリンが飛ばします。800メートルを通過、47秒ぐらいのペース。そして2番手争いですが、外からはチアズサイレンスか、そしてその内をついてはマサラッキが追走していく。ヒシアケボノ、ヒシアケボノが2番手につけている。そしてその後ですがジェニインが上がって600を通過、内からは杉の早風、さらにはオースミワックスなど。さあ4コーナーのカーブから直線へ逃げるエーシンバーリン、エーシンバーリンが先頭か、そして2番手争いからマサラッキが並んでくる。石明けぼの400をすでに通過、ジェニーン前は4頭が並んでいる。外へ持ち出した大気ブリザード、現在5番手の位置、しかし先頭はマサラッキだ。マサラッキ、ジェニーン200を通過、そしてスピードワールド、大気ブリザードが突っ込んできた。さあ今度は大気ブリザード、スピードワールド、ジェニーン、ジェニーンか、しかし大気ブリザード、大気ブリザード先頭ゴールイン。ジェニーン2番手か、その後スピードワールドと続きました。